待て、お前たち帝国の者か。お、ようやく追いついたようだな。俺はジャスパーだ。リュカオンのおやっさんはいるかい？おお、ジャスパーか。久しぶりだな。おやっさん、帝国を相手に相変わらず無茶をやってるじゃねえか。盗賊のお前に無茶と言われるとは思わんかったわい。だが帝国は王子自ら部隊を率いて山を登ってきている。ちーとやばいぜ。帝国軍がどうした？わしらの大事な子供たちを奴らに渡せるか。奴らの税の取り立てにはもう我慢ならん。徹底的に戦ってやるわい。おやっさんらしいな。だがまともにぶつかっては犠牲も大きい。ここはこの白妖騎士団に取りなしてもらった。ことを大きくしない方がいいと思うんだ。断る。いつまでも言いなりになっていてはわしらは帝国の犬になり下がってしまう。誇り高き雷冠の血にかけて今回は決して奴らに膝を屈さぬぞ。派手に一戦やらかすのもいいだろう。だが子供たちを争いに巻き込むんじゃねえ。黙れジャスパー。お前カオスの誇りを忘れたか。帝国にわしらの自由を奪わせん。たとえ我が一族が滅びようとな。リュカオン殿とやら話を聞いてくれ。私からも帝国の者を説得してみよう。なんだお前は。そのいでたち帝国の者か。ジャスパー、さては牢に落ちたか。見損なったぞ。おやっさん誤解だ。話を聞いてくれ。黙れ。カオスのフェストを汚す者め、覚悟しろ。導きの星の光よ。ノーティカルバスター。行きます。休ませてなんかあげないよ。騎士団の当主、今ここに。みんな、どうもありがとう。
さすがだな。だがこれで終わりではないぞ。おやっさんやめてくれ。俺たちはあんたらと戦うつもりはない。わしらは自分たちの身は自分で守る。それが自由であることの対価だ。我がイドラ、ルプスの力、思い知るがいい。イドラ化するつもりか。ゾディアートでないとはいえ、イドラの力は侮れないわ。こちらもイドラを出すしかなさそうね。ステラ、指示を。はい。悪用騎士団対イドラ戦闘用意。イドラとなり敵イドラを撃破せよ。